よろしく頼むよ草薙元子少佐。石川現在地を確認。バト、奴らの数は軽く一個正体はいるな。少佐、俺たちは最初に拘束された地点からそう遠くない場所に戻されたようだぞ。どういうこと？ここは LA のゲーテッドタウンの中だ。はぁ、まさか俺たちが救出する対象ってのはビバリーヒルズの豪邸に監禁されてるってんじゃねえよな。ミサイルが撃ち込まれた豪邸の主も分かったぞ。パトリック・ヒュージ、今をときめくロボット産業の旗手にしてサスティナブル・ウォーの寵児と揶揄されている人物だ。ブラッド・ロボティクスの CEO か。当たりだ。それってもしかして、おお、待てよ。ってことは何か、もしかしてレイディストに武器を提供した親切な金持ちってのは。ああ、こいつに間違いない。意味がわからねえ。こいつは救出作戦じゃなく拉致ってことか。みたいね。どういうことだよ。この社長はレイディストの親玉だったってことだろう。堂々と捕まえりゃいいじゃねえか。この作戦には表向きは善良な起業家を捕まえることに消極的な別の理由があるんだろう。斎藤、広報の動きは？デルタが展開中。俺たちの動きを見張っている。なんで俺たちを見張るんだよ。俺たちは汚れ役を押し付けられちまったってことだ。いや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 、それってまずいだろ。んなのごめんだ。斎藤はここで私たちをカバー。行くぞバト、デルタに蹴取られないように立ちこまに現在位置を送っておく。はよ。